皆さんこんにちは、ひろげです。今回なんですけど、プレゼント企画について話そうと思います。僕のプレゼント企画で、僕の YouTube チャンネルの登録者が500人増えたら、レゴクリエイターのローラーコースターを1名様にプレゼントするのと、1000人超えたら、レゴブースを1名様にプレゼントするという、企画だったんですけど、実はこの前動画でコメントをいただいて、チャンネル登録者数を増やすためのプレゼント企画は、YouTube の、利用条約に違反しているから、動画を削除した方がいいと言われて、動画の方を削除いたしました。ちなみになんですけど、プレゼント企画の方は、続ける予定でございます。簡単に言えば、レゴクリエイターのローラーコースターと、レゴブーストのプレゼントはもうなかったことにして、他のプレゼントの応募だけにします。今後の YouTube 活動については、いつも通り平常でやっていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。